決戦、海王ポセイドン。ついに意識を取り戻したセイヤは、自分を呼ぶようなシャイナのコスモに導かれ、ポセイドン神殿へと向かう。そこでセイヤが見たのは、目覚めつつあるポセイドンと倒れたシャイナの姿だった。シャイナさん、しっかりして。シャイナさん、セイヤ。ああ、ポセイドンの玉座の後ろの壁が上がって、向こうに見えるあの柱は。そうだ、あのメインブレードウィナーにアテナはいる。お前が海王ポセイドン。もはやあの中は完全に水が満ちているはず。先ほどアテナの歌声も途絶えた。おそらくあれはアテナの最後の祈りだろう。お前たちの守るものはなくなったのだ。さあ、引きたまえ。冗談じゃない。沙織さんは今まで何度も試練に打ち勝ち、生と死の狭間を乗り越えてきたんだ。きっと生きている。必ず俺たちが救い出してみせるぜ。お前こそどけ、ポセイドン。嫌なら腕ずくでもどいてもらうぞ。再び眠りにつけ、ポセイドン。セイヤ、君の体を消滅させてみせよう。ラウンド1、ファイト。我が矛を受けてみよう。私に指一本触れることはでき、私は神の。我が矛を受けてみよう。いったはずだ。私は神だ。天に翼を乗り込む。我が矛を受けてみよう。神に剣を向ければ、我が矛を受けてみよう。ことごとく自分に返ってくるのだ。我が矛を受けてみよう。ペガサス流星剣。ハハ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 ハ。無駄だと思うな。ああ、わからない。手がなくなるまで何度でも続けてやる。我が矛を受けてみよう。今こそ俺の全てを見つけるとき。燃えろ、俺の体を見せて。ラウンド2、ファイト。エガロス、無駄な抵抗、こんな攻撃などどうも言うしかない。お前の顔色が変わるまで、まだまだこの剣を打ち続けてやるさ。ゴールドセイントたちが自らの血を与えてくれたこのクロスを守っていくがいい。ならば重荷にならぬよう、このクロスもろとも君の体を消滅させる。はっはっ、アテナの祈りが聞こえたような気がした。アテナ、よかった。地上の滅びゆく神たちで死を尽くして君を救おうとしたセイントたちのために。
最後まで祈り続けたまえ。そして動かしてくれ。せめて安らかに眠る。動かしてくれ。たとえ相手が神であろうと、俺はアテラの聖徒として戦い抜くぞ。ウィナー、海の底で眠れ。俺のコスモはこんなものじゃない。せいや、お前一人を死なせはしない。死ぬ時は一緒だぜ、兄弟。シリュウ、ヒョウガ、二人とも満身創痍。もはや生も本も使い果たした。死人に等しいものが火星になどなるか。死ぬ時は一緒だと言ったな、よかろう。死での旅が寂しくないよう、三人まとめて葬ってくれよ。アテラは必ず救い出す。たとえわずかでも、俺の命の炎が燃えている限り、決して諦めたりするものか。ん？何？あれはサジタリアスのゴールドクロスか。あ、アイオロスが。アイオロスの意志が火星に来てくれたのか。行くぞ、ポセイドン。アイオロス、このクラス使わせていただきます。ブロンズだろうがゴールドだろうが私には関係ない。ラウンド1ファイト。俺たちにアテナを託して死んだアイオロスがこのゴールドクラスを巻き込んでくれた。さあポセイドン、そこを通してもらうぞ。お前のまとうクロスはブロンズであろうがゴールドであろうが同じだったはずだ。お前は神に剣を向けている。何をやっても届かぬとわからんな。何度でも立ち上がるぜ。アテナを救うまでは。せいや、せいや、頼む。ペガサス、この疑問が我が矛を受けてみよう。ペガサス、ユーティング、この疑問が貫け。ラウンド2ファイト。動かしてくれ。動かしてくれ。まだまだ。ペガサス、流星剣。ペガサス、流星剣。この黄金の矢がお前の胸を射抜くぞ。どうあがこうと悪魔は行方に。その矢を放つ。
な。お前自身の胸に突き刺さるのだぞ。どうかどうかしてくれ。心臓に突き刺さる。お前の体を許すか。受け取るな。ポテト。お前はまだ死んじゃいけない。お前は私にとって、おかしてくれ、地上の全ての人々にとってたった一つの希望。赤穂子を受けてくれよ。サイナさん、愚か、まだ同じ過ちを繰り返すな。俺のコスモよ、奇跡を起こせ。 KO ウィナー。これがゴールドクロスか。コスモの極みを満たせ。この黄金の矢で全てを決める。その矢、今度こそ確実にお前の心臓を射抜くことになるぞ。え？心配いらないよ、聖夜。矢が戻ってきたとしても、私が盾になってお前の身を守ってあげる。シャイナさん、気持ちはありがたいけど、女の人を盾にして自分の身を守るなんて、そんな真似俺にはできないよ。セイヤ、お前の言う通りだ。男の俺たちがいながら女の人を盾になんかさせられるか。シリュウ、そうだな。ヒョウガ、そうだよ。セイヤ、シュン、僕だっているんだから。さあセイヤ、もう一度。そうだ、もう一度、ためらわずに撃て。セイヤ、断じて行えば鬼神もこれを裂くという。今まで矢が跳ね返ってきたのはあくまでもポセイドンを射抜こうとするコスモが足りなかったからだ。今度の矢は俺たち全てのコスモを込めてやる。よし、わかった。みんなの命俺がもらうぞ。矢よ、サジタリアスの矢よ、今度こそあのポセイドンめがけて飛んでいってくれ。アイオロスよ、俺にアテナを救わせてくれ。なんだこれは。コスモ、無数のコスモがオーラとなって矢を取り巻いている。このポセイドンの意のままにならん。うん、やった、ポセイドンに一矢報いたぞ。ポセイドン覚醒。サジタリアスの矢を射られたポセイドンはコスモの放出をやめ、しばし呆然自失状態となった。その隙をついてセイヤたちはアテナが閉じ込められているメインブレドウィナへ向かう。しかしポセイドンは
我に返るとともに、ついに長い眠りから目覚め、神の人格を完全に取り戻してしまうのだった。思い出したぞ。私はこの世を浄化するために長い眠りから目覚めた。私は神、海王ポセイドンなのだ。なんだ今の落雷は。全てを覆い尽くすような巨大なコスモは、ポセイドン。コスモが何百倍にも膨れ上がったみたいだ。俺はゴールドクロスを着ていたからいいものの、みんなは。せいや、愛を。おお、アクエリアスのゴールドクロス。せいや、ヒョウ、お前たちだけ戦わせはしない。おお、ライブラのクロスも。オイラ、最後の力を振り絞ってテレポーテーションして、よかった、間に合って。よくやったぞ、キキ。ロジ、ライブラのクロスをお借りします。あくまで神に逆らうか、愚かな者どもめ。なんと恐ろしく強大なコスモだ。さっきまでとはまるで別人ではないか。相手は神。ゴールドクロスをまとっていても倒すことは無理かもしれん。たとえ倒すことはできなくても、ポセイドンを立ち退かすことさえできれば、その間にサオリさんを救い出すんだ。ロシ、ライブラのクロス、ありがたくお借りします。お前ごとき私に指一本触れることはできん。ラウンド1、ファイト。ライブラのクロスは、エクストリームさせるのは、さん。我が矛を受けてみよう。お前か、こんなとこに力が。ゴールドクロス、ロザン昇竜にも持たぬことを知るがいい。ロザンの大爆風を起こすには、これで生徒たちを受け流すと、なんという恐るべき力。神として目覚めた私に立ち向かってくる愚かな人間よ。この一撃で決める。よいしょ。ラウンド2、ファイト。この一撃で決める。汚れ切った地上のすべてはこのポセイドンにより浄化されるのだ。分からんのか、メインブレードウィーナのうちで登山昇竜派。アテナの命は尽きて、お前の戦いは無意味だ。アテナが死んだ。ここを受けてみよう。アテナに包まれた。そんなことにはさせん。完全にアテナを守りを求め、大いなる力を受けよう。
老師が見守ってくれているようだ。これぞ鍛錬の賜物。やった！ポセイドンが倒れたぞ！行くぞ！ポセイドンが倒れている今のうちだ！わかるか、シリュウ。メイ。わかるとも。たとえ目が不自由でも。やっとたどり着いた最後の柱だ。三人一度に、ライブラの武器で攻撃するぞ！行くぞ！砕けろ！メインブレードウィナー！えっ、ダメだ。俺たち三人の渾身の力でもビクともしないなんて。あと一歩というところまで来ていながら、結局アテナを救うことはできないのか。ここまで来て諦めてたまるか。シリュウのロザン昇竜派、氷河のオーロラサンダーアタック、その二つの威力で俺をメインブレードウィナーへ飛ばしてくれ。バカな、そんなことをしたらお前の体は粉々になってしまうぞ。そうと星をも砕くライブラの武器でさえこの始末なのだ。セイントが究極にまで高めたコスモによって砕けないものはない。俺は必ずメインブレードウィナーを砕いてみせる。そしてアテナを救い出してみせる。だから二人の力を貸してくれ。決して死ぬんじゃないぞ、ゼイヤ。カセヌ！ポセイドンが再び立ち上がった。しかも、さっきよりはるかにコスモが高まっている。話せ！せや！ポセイドンは俺が羽交い締めで抑える！ポセイドンを封じるアテナの壺はメインブレードウィナーの中だ！一気！俺に構うな！早くアテナを！頼んだぞ、せや！ロザン昇竜派！アテナのために今こそ飛び立てペガサスよ、オーロラサンダーアタック！余計な真似を。兄さん！シン！お前、俺をかばって。兄さん、今度は僕が助ける番だ。負けるものか。
頼むぞセイヤ、アテナを救え。俺のコスモをお前に。みんなのコスモを君に。人間たちめ、メインブレードウィーナに触れることは許さん。何？この三つ股の矛の威力がペガサスに通じない。ペガサスの体が光の矢となってメインブレードウィーナに。奇跡を起こしたというのか。人間であるペガサスが神であるポセイドンの前で。沙織さん、よかった。貴様たちはどこまで愚かなのだ。神が汚れ切ったこの世界を作り直そうとしていたのだぞ。俺たちのしたことは神への冒涜だ。許すことはできん。ポセイドンのコスモがさらに巨大化した。まるで全宇宙を包み込むような凄まじさだ。ダメだ、俺にはもう防ぐ力さえ残っていない。ここのコスモが消えた。この力は。沙織さん。ポセイドン、もはやあなたの完全なる敗北です。それはアテナの壺。あなたはこの壺の中で再び眠りにつくのです。さあ戻りなさい。黙れ。お前こそ永遠に眠るがいい。三つ股の矛を喰らえ。この三つ股の矛はもともと俺が岩牢で引き抜いてしまったもの。俺が受けるのが最もふさわしい。それにアテナ、命の恩人であるあなたへせめてもの恩返しを。武器を嫌うお前に私と戦う術など残っていまい。このコスモ食らうがいい。忘れたのですかポセイドン、私にはどんな武器にも勝るセイントがいることを。死に損ないどもに何ができる。私のコスモがアテナに届かない。これはアテナだけではない。セイントどものコスモが一つになって。
この時代に目覚めたのはあなたの本意でなかったはず。さあもう一度眠りにつきなさい、ポセイドン。ルッカー、ついにポセイドンの魂をアテナの壺に閉じ込めたぞ。セイヤー、キキ、シャイナさんも。すべての柱が倒れたことでこの海底神殿が崩壊を始めてるよ。行きましょう、みんな。アテナのコスモがセイントたちを包み海上へと押し上げていく。海底神殿はアテナの壺とともに海底に沈み、ジュリアン・ソロもまた生き残ったマリーナのテティスによって地上に戻された。地上に戻ったセイヤたちは肩を並べ、雨雲が去った後の朝日を見つめるのだった。この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れるという希望の闘志、セイント。私は誓います。この先どのような試練が待ち構えていようと、セイントたちを信じ、共にこの地上をどこまでも愛し、守り抜く。